後期の実力もちょっとずつ垣間見えてるのかな。ビッグマムがマザーカルメルの写真叩き割られて発した覇王色が混じった方向、叫び声みたいな、おそらくは多分あんなニュアンスなんでしょう。覇王色がこもった方向っていうのが後期から放たれてくる。で、五老星の力が均一なんじゃないかって話をさっきからしてましたけど、赤犬、青キジ、キザルっていうのが歴史の中の伝説の俳優さんたちのお顔を拝借してるわけですから、こいつあまりにも弱いとかっていうことは角が立つんじゃないかみたいな。だから僅差ではありますけど、非常にみんなかっこよく強く描かれる。五老星もカール・マルクス・リンカーン、板垣大輔、ガンジー、ゴルバチョフとかって偉人たちを集めているわけですから、ここに大きな優劣ってつけると角が立つ気がするんで、能力は均一なんじゃないかって考えると、今回蜂起が覇王色の方向を出しましたけど、まあ、しれっと五老星が覇王色を持っていることが確定した回でもあるよ。そうだろうなとは思ってたけど、もう絶対覇王色なんだね、君たちも。五老星全員覇王色持ちっていうことで良さそうな気がするよね。というかもう黒い羽衣が覇王色なのかもな、完全に。ということで言うと、五老星の強さ、五老星っていうのは全員覇王色持ちだっていうことが確定した回、もう薄々気づいてたけど確定した回っていうことも言えるのかなと。あとは鉄巨人がいよいよ動き出して、炎の中、炎をものともせず動き出している。すまないジョイボーイって言ったんだっけ。意外な一言ではなかったですね。ジョイボーイの仲間だっていうことはほぼほぼドンドットットで動き始めたわけですから、おそらく仲間なんだろうなというニュアンスで考えてはいたんですけども、改めてすまないジョイボーイという謝罪の念がこの鉄の巨人にはあると。つまりはルフィたちの今の目的っていうのが逃げること、全員無事に逃げてエルバフに向かうことっていう目的だと思うんで、すまないジョイボーイとジョイボーイに対して謝罪の気持ちがある鉄巨人は、このルフィの目的に賛同してくれて、このルフィの動きに合わせた対応をしてくれるというかね、手助けをしてくれるのは明確というか、もう絶対そういう予想だったんですけどね。改めてその状態にもうすでになったっていうね、ところでございましょう。で、あとはそのルフィが今分かってないのが、メガパンクが死んだかもしれねえとか、その辺分かってないよね。命をかけてメガパンクがあらかじめ録画しておいたビデオを再生しているとか、その辺の状況をルフィは知ってないんで、それを知ってたら、いや、逃げるのも最終目標で大事だけど、このおっさんが命をかけてやろうとしてることを守りたいとか、それを五老星に邪魔させないとか、ベガパンクのビデオ配信を守るみたいな流れになるんだったら、鉄巨人もそっちに賛同してくれる可能性あるし、ジョイボーイに謝りがちな種族とありますけど。で、やっぱりズニーシャみたいにルフィのことをニカでもなく、ルフィでもなく、ジョイボーイって呼ぶんだな。だからジョイボーイではねえんだけどな。なんでジョイボーイってお前呼んでくんだよって話ではあるんだよな、今のところ。ニカではあるよ。ニカを覚醒させてるからね。ジョイボーイはそのニカを覚醒させた前のやつでしょ。だからジョイボーイが称号みたいになるけどね。ズニーシャも鉄巨人もルフィを見てジョイボーイと呼ぶってことは。で、あとはルフィがジョイボーイ本人なんじゃないかとかね。なんかそんな話とかもありますけど。なんでジョイボーイって呼んでくんだろうな。そこもなんか一個大きな答え合わせがありそうだけどね。ジョイボーイが帰ってきたも、ジョイボーイの意志を受け継ぐ者が帰ってきたとかならわかるけどね。ジョイボーイの意志を継ぐ者が現れたとかさ。なんでジョイボーイが帰ってきたなんだろう。もうその本人なのかな、ルフィがね。かっこ救済で済まないジョイボーイ。最近のエッグヘッド編の流れで言うと、どっかに場面が飛ぶとか、そういうことなく、時系列順にどんどんこう物語が進んでいってる感じはするんで、4月22日の再開になりますけども、4月22日はもう鉄巨人にフォーカスが当たる回になる可能性が高かったりね、鉄巨人がどのぐらいの強さで、過去まではもちろんわかんないと思いますけど、鉄巨人の行動目的とか、能力とか強さとか、なんかその辺ちょっとは謎が解けてほしいなと思うばかりでございますけど、楽しみだね。で、五老星とまだ鉄巨人会ってないよね。五老星は鉄の巨人のことを知ってるよな、多分。知らないわけはないよな。五老星は死ぬほど知ってるよな。ズニーシャのことも知ってたしな、結局。我々が知らないことも知ってたよね。だって、ズニーシャが帰った報告を受けて、あ、じゃあ開国はないなって言ってたじゃん。ズニーシャが開国のキーになっていることとか、開国が危険であることとか、その辺全部知ってんだろうな。つまり鉄の巨人を見た五老星のリアクションに注目は結構集まるっていう話だよ。忌々しいみたいな話になるのか。そうか、200年前に暴れてるから知ってるは知ってんのか。不老だったらね。ルフィの夢とは紐づかないですが、D の王国の思想って不必要な人類を滅亡させることではないでしょ。エッグヘッドの文明を見る限り、労働力はもう必要なさそうですし、不必要な人間を消すために古代体兵器が作られた。世界政府が悪で D の王国が正義のような描かれ方してますが、勝った方が正義ですし、世界政府がどんどん卑怯なことをしてたとしても、そこまで隠すことは思いつかないので、人をダメにする思想を封印しているのだと考えましたと。ちょっと怖いけど、なんかワンチャンあるかなっていう感覚を受けますね。エッグヘッドの文明を見る限り、労働力はもう必要なさそうっていうね、もう人いらないっしょみたいな考え方にどんどんなっていったのかな。これ怖いよね。だから現実世界もそういう未来をたどるのかみたいなね、今も AI が加速度的にどんどん発展していって、なんかそんな話する都市伝説の方とかいますもんね。今ある職業の何%は将来的には必要なくなるみたいな。全部 AI がしてくれる、ロボットがしてくれるってことになるみたいなね。だからこそ AI とかロボットができないことを仕事にするべきだ、みたいなね、とかね、言う方も結構いますけど、まさにそんな感じで、人間いらないっしょみたいな感じになってった。その思想は怖いよね。復活させたら、政府にとっても脅威だけど、青色の星の人間たちにとっても脅威みたいなね。復活させちゃ絶対いけないやつみたいなことなのか。誰にとっても。それ怖いね。かなりの裏切りになりますし、今巨大な王国を復活させようと、ジョイボーイの悲願を果たそうみたいな感じで、みんなが思っている。それの裏切りにもなり得るし、だから黒ひげがそれを復活させちゃうとかなのかな。巨大な王国の意志みたいな思想みたいなの復活させちゃいそうなのを、ルフィが止めるとかっていう流れなのかな。この仮説の通り行くんであればね。いやー、熱いですけどね。怖いですね。で、これも先ほどからお伝えしております通り、そして17年前のその小原のところでも、若干の違和感というかね、その王国の存在と思想、これを世界政府は恐れてるんじゃなかろうかというところ。で、今回もそれをかなり強調するかのような発言があったと。そして、ある王国の思想を誰にも継がせないため、歴史からその全てを消したっていう。思想って何なんだっていうね。単純に世界平和とか、人種差別反対とか、奴隷制度反対みたいな、善の思想だという、なんかこう感覚あったんですけど、私的にも。ただ、ここまで思想がとかっていうのが繰り返されると、春樹さんが言うように、ここに裏切りありそうな感じがちょっとずつしてまいりましたというね、こういうお話でございます。火はすべてのエネルギーに変換できるということは、火イコール熱エネルギーを使ってエンジンを作れるようになったということでは、なんでワンピースの世界に飛行機とかないのかなと思っていたら、動力源となるエンジンがなかったのではないか。船も帆船でしかないし、動力源となるエンジンがなかったですね。乗り物全部エンジンないか。フランキーのバイクみたいなやつとか、エンジンあるよね。エンジンっていう概念じゃないのかな、そもそも。いずれにせよ飛行機がないのはマジで気になるよね。ホログラムあってなんで飛行機ねえんだっていうね。メタ的なところでいいのかな。海賊の世界の冒険っていうので、飛行機っていうものを出しちゃうと、冒険のワクワク度が薄れるというか、だから飛行機は出さないようにしてるでいいのかな。で、それの説明をちゃんとしなきゃいけなくて、今まではちょっと前の時代というか、大海賊時代、大航海時代、1700年、1800年とか、その辺の話っていうところで言うと、飛行機はなかったでよくて、まあ矛盾はないのか。今まで飛行機がなんで出てこなかったかというと、青色の星の文化、全体的にはその大航海時代ぐらいのベースの文化っていうのだから、飛行機はまだありませんよと。ただ、青色の星に大昔から何も変わってないそのリトルガーデンとか、でまだ恐竜が住んでいる島とか、時代に若干差があって、で、一気にそのね、500年先の未来で、実はそれは900年前の技術っていうことになったっていう島もあると。ベガパンクはもう飛行機は作れるよね、絶対に。飛行機は作れるけど、作ってないみたいな話か、結局。動力源となるエンジンがなかったとかっていう話じゃなくて、ワンピースの世界になぜ飛行機がないかというと、技術は基本的には追いついていません。で、追いついてるやつもいる。飛行機を生み出せるやつもいるけど、そいつは飛行機を作るというよりは、違う研究に熱心で、それを広めようともしてないみたいなね。なんかそんな感じで説明するしかないぐらいか。